さんどうもこんちくわ。石垣島に僕は来ています。初めてシュノーケリングをしています。海の中はとっても綺麗ですよ。ジュタロウくん楽しそう。わさびもジュタロウくんに会いに行くさめ。石垣島に行こう。飛行機の中から見る雲は綺麗さめ。ところでみんな、雲には名前がついているのを知っているサメか。これは入道雲、大きいサメ。鱗雲、魚の鱗に似ているサメ。羊雲、モフモフしていて可愛いサメ。綿雲、美味しそうサメ。あ、石垣島が見えてきたサメ。私です。わさび久しぶり。わさびもクラブメットに来てたんだね。どうしたの？サメニングッズがなくなっちゃったから、お魚さんに話を聞きたいサメ。これはジュタロウくんに早く泳いでもらうしかないね。あ、そうだ、いいこと思いついた。さあジュタロウくん練習するよ。ジュタロウくん全然やる気ないサメ。大丈夫、私に任せて。ジュタロウくん大変、サメが出た、早く泳いで。すごいサメ、早く泳げるようになったサメ。これで大丈夫。サメの正体はジュタロウくんのママだったサメ。っていうかサメ役はわさびにお願いすればよかった。だってサメじゃん。それもすごいサメ。さあジュタロウくん練習の成果を見せて、早く泳ぐ。ほら早速追いついた。お魚さんだ。わさび、お魚さんに聞いてみて。チャンス。すいません、ちょっと待ってください。あなたは？私は琴引きよ。急いでんのよ。なに？お急ぎのところすみません。サメ、サメニングッズを見なかったですか？なら波打ち際で見たわよ。ありがとうサメ、嬉しいサメ。ところで、どうして急いでいるサメ？それはサメが出たからに決まってんでしょ。わさびのことサメ？わさびは琴引きさん食べないサメ。え？あなたサメなの？あなたのことじゃないわ。ほら、あっちにいるのよ。早く逃げなきゃ。本当サメ、サメがいるサメ。助けてサメ。わ
ビー違うよ。これはジョータロウくん、ジュタロウくんの弟です。わさびは会うの初めてだったよね。まだ赤ちゃんだよ。石屋がしょっぱいね。でもすごいです。本当に近くに魚がいます。水がこんなに綺麗な水を見たのは初めてかもしれない。ジュタロウくんのママよかったサメね。あ、ジュタロウくん、そこそこそこが波打ち際サメ。一つ目の缶バッジがあったサメ。嬉しいサメ。わさびよかったね。他にもこの辺り探してみようよ。あれ、ここ何かあるよ。見て見て、貝じゃないよね。ほら、見つけた。タイガの缶バッジだ。やったー。後ろにあるサンゴのかけらだ。真っ白だからここのビーチは綺麗なんだね。あ、これジョータロウくんに見せに行こう。すごい、ジョータロウくん泣き止んだよ。あれ、ジョータロウくん何持ってるの？あれ、あ、レンダー。すごいね、どこで見つけたの？ありがとう。やったサメ、レンの缶バッジ見つけたサメ。ジョータロウくんがまた何か見つけたサメ。はい、これはヤドカリサメ。かわいいね。ヤドカリさん、すいません、サメ人グッズを探してるんですけど知りませんか？あれ、なんで隠れちゃうんですか？ちょっと僕に話しかけないでよ。僕はあいつに見つからないように隠れてるんだから。でもあいつなら知ってるかも。この島のギャングスターカラスだよ。逃げろよ。カラスってヤドカリ食べるサメか？そうだよね。カラスが何を食べるのかちょっと調べてみましょう。私に任せて。リサーチママに返信。カラスは何を食べると。うわ、たくさん出てきた。発表します。カラスが食べるもの、魚、貝、セミ、ハチ、木の実、ネズミ、何でも食べるね。都会のカラスはろうそくやマヨネーズも食べるって。胃がもたれないサメかね。本当だね。カラスの消化能力はかなり高いらしい。そして驚いたことに、ヒナも生まれてすぐに親と同じ食事が食べれるんだって。ほら、ジョータロウくんとかまだ離乳食しか食べないじゃない。それがカラスの赤ちゃんは親と同じものをすぐに食べられるんだって。なかなかすごいね。ミニー、わさび、さっきあっちの方でカラス車見ましたよ。ジョータロウくん、ありがとう。サメ、怖いけどサメ人グッズのありかを知ってるかもしれないサメ。ジュタロウくんと一緒に行ってくるサメ。いた。普段見るカラスよりちょっと小さい気がするけどね。ジュタロウくん、戦う姿勢を見せていますね。おいおい、なんだお前は見ない顔だな。ジュタロウ、俺の名前はオサハシブトガラスって言うんだ。あら、やっぱり。この島に来た時、随分カラス小さいなって思ったんです。あなた少し小さいですね。小さいからって舐めてもらっちゃ困る。くちばしだって尖ってるんだ。都会のやつらみたいにゴミを漁ってるだけじゃないぜ。俺はハンターなのさ。それに子供たちに食べさせなきゃいけないんだろ。仕方がないんだよ。そうなんですね。ところで、サメ人のグッズを探しているんですけど、ご存知ないでしょうか？ああ、それなら石垣島の夜の世界に行ってみるんだな。まずはあのでっかい
いカニを探すんだよ。ヤシガニって言うんだ。じゃあな、詳しくはそいつに聞いてくれ。ありがとうございました。ジュタロウくん、もうすぐ日が暮れるサメ、夜の世界に行ってみるサメ。さあ、夜になりました。ヤシガニを探しに行きましょう。ヤシガニはカニじゃなくてヤドカリの仲間なんだって。でも水辺が好きみたい。この辺りいないかな。ここは明るすぎるサメ。暗いところに行ってみるサメ。そうだね、やっぱり生き物は暗いところで身を隠してそうだもんね。電気のないところに行ってみよう。この辺りどうかな。電気消してみます。お、なんか光ってるサメ。あれは何サメ。ということでここでクイズです。これ一体何だと思いますか。1番動物の目、2番電気、3番ホタル。正解は電気をつけてみましょう。光ってるよ、あそこも。どれ。正解は3番ホタルです。近づいてみると、これホタルの幼虫です。調べてみると、大島マドボタルの幼虫だということが分かりました。大島マドボタルは八重山諸島でしか見られません。季節も9月から1月に見られる冬のホタルです。ちなみにこの大きいのはメス。メスは飛ぶこともできないんだそうです。ホタルは幼虫の時カタツムリを食べるサメ。でも大人になったら水しか飲まないサメ。それは知らなかった。ちょっと待って、電気消すわ。見て見て、光ってる。どんな感じ。ホタルの幼虫はたくさんいてとっても綺麗でした。ジュタロウくんは引き続きヤシガニを探します。ヤシガニは木を登ったり木の実を食べるというので、プールサイドや海辺の木が茂っているところに向かっています。するとある生き物に出会いました。さあ皆さん、ここに今映っている中に生き物がいます。わかるでしょうか。ヤドカリも。ジュタロウくんが実は気づいてません。みんなはわかったかな。その生き物にヤシガニのことを聞いてみましょう。正解。気づかなかった。正解はカエルさんでした。カエル。どうしたの、なんでモゾモゾしてんの。あんまり得意じゃないの。あれ、ジュタロウくん、カエルの前に何かがあるよ。サメ忍者、ジョ、見て、取って。カエルさん、定規持ってたサメ。ありがとうサメ。ちょっと嫌いみたいですね、カエルさんは。カエルさん、ありがとうございます。そんなところにいたんですね。もしかしてこの光に集まってくる虫を狙ってるんじゃないですか。なかなかいいアイデアですね。ところでヤシガニを探してるんですけど知りませんか。ヤシガニならまっすぐ行ったところにいるよ。ありがとうございます、行ってみます。こんにちは。これ一番ヤシガニさんがいたっていう情報があるので行きましょう。静かに静かに行きましょう。あなたをずっと探してたんです。思ってたより小さいサメ。僕はヤシガニの赤ちゃんだブー。それで少し小さいんだね。大人のヤシガニは近くにいるのかな。ママ、下にカニちゃんいるでしょ。なに、下。あ、いました、ヤシガニさんだ。それに、見て、サメリングッズのお箸とペンケースがあったサメ。やったね、わさび、ジュタロウくん、グッズがどんどん見つかる。残りのグッズはどこかな。そういえばマンタの絵の下にサメ人グッズが落ちていたよ。残りはマンタが持っているのかもね。マンタにはなかなか会えないみたいだけど行ってみたら。ヤシガニさん、ありがとうございました。どこかこの辺に光るマンタの絵があるって。どこだろうね。あそこにありまちゅ。
この部屋にあるのかな。これだ、ジョウザロウくんの言った通りだ。ということは、あった。わさび、よかったね。ありがとうカメ。さあ、ジュタロウくん、残るはキーホルダーだけ。明日シュノーケリングでマンタに聞いてきて。翌日、最高のお天気、マンタに会えるかな。シュノーケルを習ったよ。いよいよ海に潜ります。はい、オッケー、浮いてる。ジュタロウくんが最初に見つけたのは、あ、隠れクマノミ、かわいい。あれ、ジュタロウくん、シュノーケルしてないサメ。苦しくて取っちゃったんだって。でも普段の水中メガネでうまく潜れてるみたい。ジュタロウくんが何か見つけたよ。すごいたくさんのお魚。あれはアオブダイだね。アオブダイにマンタの場所聞いてみよう。すいません、アオブダイさん。どうも、アオブダイです。マンタですよね。石垣島では見れることが多いけど、こればっかりはね、神様にお願いした方がいいんじゃないかな。わさび、神様のところに行ってみようよ。わかったサメ。ここだね、カビラ観音堂、行ってみましょう。神様、ジュタロウくんがマンタに会えますように、そしてサメ人のグッズが見つかりますように、どうかお願いします。あれれ、別の場所に来てしまったサメ。ここはどこサメ。はいさーい、なんくるないさ。マンタは見つかるから大丈夫。サーターアンダーギーでも食べていきなよ。わあ、あれはもしかして沖縄の妖怪キジムだ。すごい、ジュタロウくん、マンタに会えそうサメ。来たかいあったサメ。そうだね、さあ戻ろう。その前にサーターアンダーギー食べよう。とっても美味しかったサメ。やめ。さあ、こちらはジュタロウくんです。マンタを待っていますが、なかなか現れません。だんだんと疲れてきました。もうマンタには会えないのかなと思ったその時です。すげえ、いました。ジュタロウくんのすぐ下にマンタが現れた。キジムナーの言った通りだ。マンタさん、はじめまして。早速ですけど、サメ人グッズ知りませんか。いやあ、こんにちは。メンソーレ、石垣島へ。知ってるよ、これでしょ。これサメ、あったサメ。マンタさん、ありがとうサメ。マンタさん、お帰りなさい。最低これを持って。ああ、すごい、ありがとう。マンタからもらってきてくれた、ありがとう。ジュタロウくん、ありがとうサメ。みんなも最後まで一緒に探してくれてありがとうサメ。それじゃあジュタロウくん、石垣島でもっともっと遊ぼうサメ。おまけサメ。すごい、本当だ、すごい。マンタツアーの後、シー君とアイちゃんとヤシガニを探しに行ったジュタロウくん、なんと特大のヤシガニに会えちゃいました。でっかい、これ最近見た中で一番大きい。今回見た最大級がいますね。そしてこれ本当にびっくりしたのが、木の上にいるんですよ。木の上にいます。見えますか。ほら、ほら、あそこにいる。木の上にいるっていうことは、そして赤ちゃんがいるって。はあ、すごい。
カちゃんなんか毛が生えてるように見えるんだけど。そう。ちょっとカちゃんどうかな。あれ赤ちゃんじゃないでしょうか。なんとなく甲羅が柔らかそう。え？硬いよ。落ちちゃいそう。やすまちゃん。ちゅたろう見て見て。木の上に見える。見えるよ。しし移動しようとしてます。あれは移動できるんでしょうか。それとも落ちるんでしょうか。な食べてるかもしれないですね。なんか俺の仲間の。あれクレヨンしんちゃんどこ行った？カニがいるぞ。見ろこの中にカニがいる。何もいるぞ。どういう風に食べてるんだろう。ね。またよかった。かっこいいやつが好きかな。すごいびっくり。上手に落ちちゃう。本当だちっちゃい。落ちるのかなと思ったら落ちないで渡っていきました。長太郎くん赤ちゃんいるよ、うん、見た眩しい。ごめんね。甲羅が柔らかそうで、うん、あ貴重なヤシガニをたくさん見れてとっても嬉しかったです。あー石垣島楽しかった。わさび来てくれてありがとうね。また行こうね。